a little longer than a few minutes later.足りないものが多いわね。以前と比べてこの軍玉閣にはまだ多くのものが足りていないの。私の所蔵する数々の書籍、家具、装飾品、すべてかつての軍玉閣とともに海の中へ落ちていったわ。水上での作業が得意な人にしか任せられない仕事ね。ただ北斗がそれらを回収できるかどうかはわからないけど。え、北斗にそれらを回収させに行ったのか？させるというのは正しくないわね。私たちの間にあるのは常に公平な交渉よ。お金以外に他の報酬もあるわ。こういうことは複雑なのよ。とにかく北斗は今古雲閣一帯にいるわ。もし興味があるのならそこへ行ってみて。もしかしたら彼女の助けとなれるかもしれないわね。あの面倒な女め。海に落ちて粉々になった軍玉閣だ。その中に収蔵されてたものもどうせ全部壊れてるに違いないってのに、それを回収するだと？おお、旅人じゃないか。どうしてあんたたちが？おお、そうか、ちょうどいい時に来たな。今船員を総動員してるんだが、それでも人手が足りてないんだよ。ほら、深淵にまで手伝ってもらってるくらいだ。もう始まる前に突然行幸の秘書を名乗る人がやってきて、北斗さんを連れて行っちまってさ。百分か百行って言ったっけか。あんま覚えてないんだが、大衆には必ず小さな船を使う必要がある。あんたが船を？ならちょうどよかった。あんたの船に乗るとしよう。人手は多ければ多いほど効率も上がる。宴会を開いてこの祭日を祝うためにもさっさと終わらせようぜ。旅人、これがあんたの船か？なんというか小さくて精巧で悪くない。うん、海面上のものを回収するのにぴったしだな。ただちょっと狭いから琴をちゃんと持てないぜ。深淵、あんたのこと私に当たってるんだろ。おっと、ごめん、すぐ溶けるから。ご神様さ、火も吹けるんだぜ。まあ今は祭りだから議論はやめておくけど、ほらこういう言葉があるだろ。1万回起きることは怖くないが、万が一のことは怖いって。あんたたちの船を燃やしたら大変だからな。 Excuse me, what? あった、あそこにいるのって強盗だ。海の上で何してるんだ。まさかあいつらも回収を。旅人、もっと近づいて確かめてみよう。吸引テスト開始。強盗団のやつら岸に上がったぞ。多分仲間と合流しに行ったんだろう。旅人、船の速度を上げてくれ。奴らに追いつくぞ。
相手を間違えた。なんでこうもついてきやがるんだ。逃げられねえ。早くカルメン兄貴を呼んできてくれ。カルメン？なんか変な名前だな。お前らやめろ。なんてことしやがる。北斗の姉子のことも知らねえのか。北斗の姉子、お久しぶりです。相変わらず鮮やかな身のこなしで。カルメン、久しぶりだな。また少し太ったんじゃないか。そのままだと茂みに体を隠せなくなるぜ。すんなりと協力してくれたな。逃げるのも早かったな。うん、あいつらに構ってる暇はない。早く海に出て回収の続きをしよう。そうだ、あいつらが置いてったものを船に運ばないとな。旅人、ちょっと手伝ってくれ。ん？海に何か浮かんでるぞ。よく見えないな。とりあえず回収しよう。さあ、私が舵を取る。旅人、シーエ、あんたたちはあそこにあるものを回収してくれ。あっちを見ろ、砲塔団のイカダだ。でも、なんで誰もいないんだ。カルメンがあいつらを撤退させたんだろう。ふん、物分かりがいいじゃないか。私たちは引き続き回収をしよう。早く回収しろ。散らばってる小物は諦めて、金になるものだけ持ってくぞ。それと人を手配して船を組み立てろ。そこまでだ。持ってるものを下ろせ。北斗の姉子、どうしてここに。トンズラ、ここで何してるんだ。いや、その運よく大当たりを引いたもんで、海上から回収してるんですよ。北斗の姉子、お好きなものをどうぞ。これは私どもの敬意の証です。受け取ってください。そうか、じゃあ全部もらおう。それはいくらなんでも筋ってもんが。ここまで頑張って集めたのに何もないっていうのはどうなんでしょう。それはあんたたちが触っていいもんじゃない。もう一度言う。物を下ろしてここから去れ。そんな。北斗の姉子、どうか恩情を。どうやら時間稼ぎをしてるようだな。だったらこれ以上の無駄話はなしだ。来いよ、とことんやり合おうじゃねえか。狙い。すみません、北斗の姉子。またこっち野郎どもと一緒に償いをさせてください。あいつら逃げるの早かったな。まあいい、物もほとんど持って行ってないみたいだしな。だがここにあるものはかなりの数だ。あんたの船に全部は積めないだろう。うん、そうだな、船にあるものを下ろしてここに置くことにしよう。回収の段取りでは海竜たちの船がここを通るはずだ。その時あいつらに持ち帰らせればいい。旅人、あんたは先に軍玉閣に戻って行幸に伝言を届けてきてくれ。内容はそうだな、物はもうほとんど回収したから報酬を準備して待ってろってな。お、じゃあ頼んだぜ。カルメンとトンズラも来てるってことは、まさかあの砲塔団の姉貴も来てるのか。海竜たちに警戒を高めるよう言わないとな。海竜のやつ、なんでまだ来ないんだ。まさかあいつらも砲塔団に遭遇したのか。帰りなさい。どう、北斗の方は順調かしら。砲塔団も関わっていたとは、確かに厄介だったようね。今回は追い返せたようだけど、それは一時的なものにしか過ぎないわ。
ことの顛末を知らせに来てくれてありがとう。あなたたちにも報酬を用意したから受け取ってちょうだい。それじゃ、私は他の用事があるからこれで。祭り楽しんでいってね。Repeat this several more times. Boy next door. Boy next door. Boy next door. この通知を総務省へ送り、それに記載された仕事を各部門に手配するよう言ってちょうだい。ポコー遊びに来たぜ。花火に関する事務は国政に任せているわ。もし興味があるのなら、私と一緒に彼女を訪ねてみましょう。行幸と旅人、君たちが来るなんて珍しいわね。旅人さん、ここに花火の筒があります。あなたが興味を持つかもしれないので、会った時に渡すよう国政様に言われていたのです。手先が器用な方なら、これを使って自分だけの花火を作れるはず。もし時間がありましたら、ぜひお試しください。もちろん私も彼女を説得したけれど、国政の性格はあなたたちも知っているでしょ。どんなに言葉巧みに話す人でも、国政を前にしたら説き伏せられてしまう。
旅人、あなたは国勢と悪くない仲だし、見聞も広いから、私の代わりに彼女を説得してみてくれないかしら。それかこういうことに理解があって信頼できる友達に聞いてみるってのはどうだ。あ、え、勝利に？おお、確かに頼りになるな。聞いてみよう。今は往生堂の活計をやってるから、往生堂に行って勝利を探してみようぜ。勝利先生なら同志と一緒に外出中でございます。お二方をお探しでしたら三番酔いに行ってみてはいかがでしょうか。同志はよくその近くで宣伝をしているそうです。また美味しいもんの話でもしてるのか。では旅人、何があった。幽変は正義感が強く、ここにいたのね。どうしたの？目が泳いでるみたいだけど、もしかして急に来たから君と勝利さんの話を邪魔しちゃったかしら。だとしたら悪いことをしたわね。私がここに来たのは仙人の方々を紹介してほしいからなの。もうすぐ仮説を迎えるから、リーユエ七世を代表して仙人へ贈り物を届けようと思って。説を贈り物を届けるだなんて、七星って大変なんだな。じゃあお願いね。私は戻って贈り物の用意をしてくるから。おめでたい日なのに私の用事に付き合わせてしまって本当に悪いわね。花火に遅れないためにも手早く済ませましょう。え、一緒に？いいわよ、用事を済ませたら一緒に行きましょう。勝利さんも今年の花火大会はとてもいい出来栄えだから見逃さないで。ああ、ぜひ見物させてもらおう。知らせてくれて感謝する。それじゃあ私は先に行くわね。旅人、準備が終わったら軍玉閣に来てちょうだい。先ほど言ったことは二人とも心に銘じておいてくれ。十分な素材を見つけた後、またここで相談を受けよう。来てくれたのね。さっき手作りのお菓子を用意したの。もう準備は終わっているわ。そうだ、宝儀の作った花火の筒もいくつかあるから、渡したら仙人たちに喜んでもらえるかも。まだ他に何か必要なものはあるかしら。ええ、では絶雲の間に行く前にピンバーヤの元へ挨拶をしに行きましょう。せっかくの祭りなんじゃし、走り回ってないで落ち着いたらどうだい。バーヤ、顧客が多いのは私にとって実に喜ばしいことなんだ。もう怪盗祭だというのに、一体誰が訪ねに来るっていうんだい。まったくこの子は。それを言ったらおしまいだ。バーヤ、もうすぐ怪盗祭だな。元気にしてたか。ピンバーヤ、ご無沙汰しております。近頃はどのようにお過ごしでしょうか。あなたたちだったかい。怪盗祭で子供たちに会えて本当に嬉しいよ。旅人、久しぶりだな。それに国勢殿も一緒か。もうすぐ仮説を迎えるので、私たち七世から
お二方にささやかな贈り物をと考えたんです。年越し用品や良質な絹を二巻、それからピンバーヤには希少な花の種を用意しました。お、今行くべき場所は絶雲の間よ。それじゃあ二人とも先に失礼するわね。なぜわらわのところへ。総務士は今頃忙しいはずであろう。いえ、怪盗祭が近いからこそ休みを取ってシン君に会いに来たんですよ。ただ昨月畜養シン君と利水定山シン君の姿が見えないようですが。あやつらはん？旅人じゃないか。それに幽変も珍しい客だ。ん？面白そうな丸い筒だな。もしかしてこれは総務士が改良した新しい花火です。シン君はからくり装置がお好きと伺い、一つ持ってきました。どうぞお楽しみください。竜宮釈風神君、この仙人は人間に反感は持っていないものの、理由人が統治することに対しては疑問を抱いている。人間があまりにも若いからなのでしょうね。大丈夫、時間が解決してくれる。その日が来るまでなるべくいい印象を残さないと。今日の私は頑張って準備してきたのよ。竜宮釈風神君はからくりが好き。きっとこの贈り物を喜んでもらえるわ。ファンから聞いた話だと、竜宮釈風神君は食事にとてもうるさいらしいから、普段の不快感を与えないようあえてお菓子は持ってこなかった。これだけ考えて準備したんだし、おそらく問題ないはず。よかろう。この装置はわらわが遠慮なく受け取るとしよう。 That was easy. 口にできるものを城内から持ってきた。聞けばリー・ユエジンは怪盗祭の時食べ物を知り合いに送るらしい。だから我もここまで来た。そんな、私はあえてお菓子を売ってこなかったのに、大丈夫かしら。まさか城内に移ってたった数日でそこまで気が利くようになるとはな。菓子を持ってきてくれて感謝するぞ神格。カウンが来ていなかったら今頃仕掛けの術について黙々と研究していただろう。お邪魔してしまい申し訳ございません。急によそよそしくするでない。わらわの邪魔もこれが初めてというわけではなかろうに。お前は小さい頃からわらわが仕掛けを作っていると部屋で走り回るのが好きだった。それにわらわの作ったあれで遊ぶのが好きだったな。なんと言ったか。まずい、また始まった。こうなるとカウがひどい目に。ああ、リュウシン君、私まだ用事がありましたのでお先に失礼します。どうしたの急に。ユウヘンはここにいるんだし、何か用があるのなら直接伝えればいいではないか。いえ、大事な仕事ですので直接行幸様に会わなければ。そう変わらぬだろう。行幸でなければならないのか。ええ、私と行幸は役割が違うんです。カーンは普段仕事をそれぞれ違った責任者に報告しているんですよ。本当に大変ですよね。国葬様、私は構っていません。
お二人、ではお三方、これ以上邪魔しないよう私たちは先に失礼するわ。いないわね。もしかして時間が悪かったのかしら。またどこかで戦ってるのかも。こうなると贈り物をオーナーに預けてオイラたちの代わりに渡してもらうしか。お前に怪盗祭の贈り物を届けに来たんだ。ほら、美味しいもんがいっぱいあるぞ。このような贅沢な品、我に渡す必要はない。無駄になる。妖魔大使は我らが責務。礼などいらない。 Meanwhile、 あれ、国政様、よかったです。ここにいらしたんですね。ホーギー、どうしたの？こんなところで何かあったの？国政様、それがですね。まさかその道中で国政様にお会いするとは。国政様、何かいい案はございますでしょうか。わからない。花火がどうしてなくなってしまったんじゃ。こんにちは、弱心おばあちゃん。花火の盗難の件について少々お聞きしたいのですが。国政様、じきじきにここへいらっしゃるとは。そうかしこまらないでください。状況を説明してもらえませんか。状況は理解しました。村の人たちに安心するようお伝えください。千貫軍の見張りがある限り何も問題はありません。これは全て誤解なんです。誤解？強いて言うなら、君たちが待ち伏せをしていた場所が誤解を招きやすい場所だったことくらいか。ご慈悲を。本当に誤解なんです。どんなに勇猛な人でも飛雲商会の貨物に手を出すはずがないでしょう。なるほど。では二人とも何か収穫は。それらの意見、お前はどう思った？そうそう、来る途中にもう考えておいたんだ。オイラたちの目標は分かりやすくて簡単な物語で国勢を説得すること。そうだったよな。だったら食べることをお題にすればいいと思うぞ。ほら、おいしいものが嫌いなやつはいないだろ。誰だって食に対しては自分の考えがある。きっとうまくいくと思うぜ。ふふん、今回は自信があるんだ。順調に行くことを願っている旅人。ここでいいわね。話したいことって何？おう、この美しい景色と一緒にお前に聞かせたい物語があるんだ。いいか？いいわよ、しかと聞かせてもらうわ。
それで物語はこれでおしまい？え、そうだ、もう続きはないな。え、いい物語が作れたって言ってただろう。作れた？だ、いや、これは違くて、その、おいらたちはただ。うん、なんていうか実にシンプルで気になるような続きもない物語だったけど、何事も行動する前に己の限度を知り最善を尽くす。私も当然その道理を頭では分かっているけれど、自分のこととなると時折それを見失ってしまうのよね。ええ、高い山を登ると山々の間にある雲が見え、船に乗ると海の上にある霧が見える。だからこそ時々自分がどこにいるのかを確認し、霧を払い本心を見極めなければならない。じゃあ今の国政の本心は何なんだ？私の本心私の本心は時間がゆっくりと流れるようになってほしいってところかしら。その機会に城内を巡って会うべき人に会ったり見るべき花火を見たりしたいわ。思い返すと昔の私は今よりもせっかちで、私と一緒に仕事をする人はみんな3ヶ月と持たずに辞めていた。君の言う通り、程合いは非常に重要ね。でも私もちゃんと進歩しているのよ。それはわかるでしょ。それに君とパイモンとも約束したわよね。一緒に今年の花火大会を見る約束。だからこの良き回答祭を祝して、旅人パイモン、君たちと一緒にいられてとても嬉しいわ。今回の花火大会の責任者は私で、私も自分のできる最善の努力を尽くしてきた。何があっても君たちに今回の盛大な行事を楽しんでもらいたいの。こうして足を止めて花火を鑑賞し、リーユエコーを眺める、とても幸せなことね。怪盗祭を祝して。怪盗祭を祝して。それとありがとう。様が用意したものが届きました。旅人、ここで少し待ってて。動かないでね。ああ、重要なことみたいだな。
ト、パイモン、陽光の専属仕立て屋が作ってくれたの。異国風らしいけれど、どう？似合うかしら。すっごく綺麗だ。そろそろね、旅人、今年の怪盗祭の目玉、花火大会を楽しんでちょうだい。と洒落た服を着てるじゃないか。見識ある北斗船長に褒められるなんて、この衣装も報われたというものね。薬先生、診療お疲れ様でした。ありがとうございます。お気になさらず。怪盗祭、怪盗祭を祝して。怪盗祭を祝して。今年の花火は綺麗だったかしら。私たちの祭りに期待していた人たちが心から楽しんでくれていることを願ってるわ。本当？私に気を使ってそう言ってるわけじゃないわよね。意見があるのなら素直に言ってよね。とにかく祭りの期間中はもし時間があったら歩き回ってみて。なかなか見られない光景だから見逃さないでね。私も空き時間がもっとあったらいいのに。君を連れて街を回って今回の怪盗祭のために頑張って用意した装飾を見せてあげたいわ。